石巻に住む民の皆様であれば、もちろん私のことはご存知であろう。今から400年前と6日前の10月28日、この石巻御鹿半島は月の裏より世界へ旅立った外交官長谷倉常長と申しまする。グラッチ。伊達政宗公の命を受けローマへ渡った長谷倉常長とサンファンバウティスタ。出版400年の記念の年に震災で大きな被害を受けたサンファン館と復元船サンファンバウティスタがおよそ2年8ヶ月ぶりに完全復活。もう表田以上にもう迫力があって、もう素晴らしいの一言ですね。東日本大震災の影響により長らく休館を余儀なくされていたサンファン館、11月3日4日再開館を祝い記念フェスティバルが行われました。会場は復活を待ちに待った石巻市民と県内外の人々で大いににぎわいました。ステージをメインに出演者は石巻地方をはじめ県内から集結。出版400年を祝うと同時に復興を願うパフォーマンスを披露しました。私もだいぶね、こう、うちとかなんか、まあ、壊れたことは壊れたんですけども、立派にあの復帰されて今日の日迎えられて非常に良かったなとは思っております。毎年毎年サンファン祭りとかでお手伝いさせてもらってますけども、こんなにいっぱいお客様来られるっていうことを今までなかったと思って、はい、本当に皆さん、来ていただいて本当に嬉しいですね。これだけのやっぱりにぎわいがここに届けるっていうことはね、やっぱそれだけ市民の皆様もしくは近隣のね市の方々がやっぱり期待をされてた証じゃないかなというふうに感じます。震災前、14年前に店がオープンして、オープンした時からですね、サンファン祭りに携わってきたんですね。実はですね、今仮設の方で営業を再開しまして、またなんかこう一緒にまた船出ができるのかなというような思いで、ちょっと感慨深いものがありますね。奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊、はぁ、政宗様、ようやくとこの日が参りました。待ちくたびれました。こたびの慶長剣舞使節団としての大役、私長谷倉常長、身命を賭して果たしてみせまする。この声が聞こえておろう、我が友サンファン・バーティスタ号よ。さあ今こそ船出の時ぞ。再開館のこの日、2年8ヶ月ぶりにサンファン・バウティスタの雄姿を間近で見ることができるようになりました。東日本大震災ではサンファン館は復元船を取り囲むドック島を中心に大きな被害を受けました。沿岸部に位置するドック島は大津波によって帆船技術、帆船文化などを紹介する展示品のほとんどを流出。震災翌月の4月下旬には強風により復元船のマストが破損されたのです。この日からは震災前のように船の中に入り見学できるほど、復元船はその姿を取り戻しました。たくさんの人々が復活を祝い、船内は喜びでいっぱい。その中で偶然、震災前この船の整備を行っていたという77歳の男性にお会いすることができました。私はこの船の住人に整備をしたり塗装をしたりに、いろんなの
またこうやって船の上に乗れるっていうのはどうですか。そうだね、昔のこと思い出します。思い出すね。震災から2年8ヶ月、出版記念400年の節目にやっと再開館したサンファン館。島の風にこの身を吹か、長谷倉常長の偉業と400年の歴史に思いを馳せ、サンファン・バウティスタを間近で体験してみてください。12月31日までは3年ぶりに幻想的なライトアップも行われています。石巻の復興へのシンボルがまた一つ戻ってきた記念すべきフェスティバルとなりました。